はい、ということで新しいハンドルを検出しましたということでですね、新しい会社、まあとりあえず、まあ、運転するまではコントローラーなんですかね。ちょっとこれ今僕今ハンコンもつないでるんですけど、ゲームの説明忘れてました、これですね、プレステ4版のバスシミュレーターということで、激辛料理製作所に参加、なんかバス曲がってますね。まあこういうバス日本ではないですよね。うわあ、これ人間から作るんや、ええやん、人間作らしてよ。おお、oh, hello over here I'm glad to see you again I hope the traffic was あグラセフやこれ。Anyway, 走るで。あ、ちょっとなんか下でなんか走ってるの見てなかった。ジャンプとかはねできないですね。おお、段差も乗り越えるよ。はい。前方ドアロックをタッチして前方ドアのロックを解除。これかな。おい、おい。おいおい、うわこんなんいいの、こんなんいいの、うわうわ首が女の人の顔になったぞ。ええんかこれ。ドアを開ける、前方ドアのロックがかかっています。まず走る、だからそれを、うわなに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 、これなにこれ、全あこれか、あこれか、ドアロックを外す、いいんかな、でドアを開ける、おおすげえすげえ、へえ、でバスに入ると、後ろのドアロックを解除することも忘れないでくださいね。後ろのドアロック、何よそれ、ないじゃん。バス内部から後方ドアロックをタッチして、なるほど、ああこういうこと、中に入ったら一人称視点になるわけですね。でこれとこれを外して、運転席ドアを開ける、これか、で着席してください。おい、あれドア閉まったやん。 OKOKOK 三人称視点に切り替え、間違えた、 L さんこっちか、一人称視点に切り替え、Take your time to familiarize yourself with the controls. 運転席ズームをオン、 And remember to turn on the lights. 操作に慣れるために時間を使ってください。アクションメニューを開く、これってハンコン使われへんのかな、あ使えた、一応ね、車に乗り込んだらハンコンが使えますね。エンジンをかける、矢印の運転席ボタン、これか、これハンドルちゃんと映した方がいいんかなまあこのゲームに慣れてきたら映します。何これ、なんか揺れてんねんけど、おお、バスライトすべて点灯、おお、うわスタートダッシュや、あなるほどね、パドルシフトはウィンカーなんですね、ええやん、ギアを入れてって書いてあるけどギアの入れ方が分かりません。はっ、こんなんでやらなあかんの、これで今入った、あでもエンジンが切れてるな、あ D 鳴ったねマジで、いや進まんやん、なんで、ああ動き出した動き出した、むずいな。Oh, before I forget, I've got a little surprise for you.あ、楽しいかも。でもハンドル結構軽いっすね。GPS のルート結構早い。結構早いぞ。You see, my predecessor wasn't 右側通行ですね。もちろん。
ちょっと待って。どこ撮っとんねん、おい。待てよ。ちょっと待てよ。どれやったっけ。ちょっと待って。ちょっと待って。はい。どこに行けばいいの？ああ、でも、まあまあまあ、運転は楽しいかも。ただちょっとね、見づらい、てか左下にでかいナビがある。お、何？え、この車スイフトっぽくない？行く場所が、どこか分かりませんの。はい、これを曲がると、これ H に行けばいいわけですよね。水たまりとかもある。ああ、これか。この黄色いやつや。なんか無駄に一周してもうた。で、これがバス停なわけですね。はい。ここに止めるということか。いいの合ってる？合ってます？え？ちょっと待って。これ結構操作が難しいな。違う。おー、オッケー。ああ、こういうことね。で、乗ってくるんや。結構乗ってきましたね。はい。まあ、あるあるなんですけど、これ、同じ人やな。ね。で、何時間って。知らぬよ、そんなものは。ミニガップのミニマップ画面の表示、一人称視点のみ。あ、これか。あ、常に表示ありますね。常に表示でいいね、とりあえずは。これやな。まあ一応こういうなんかボタンの割り当てもありますけど、シフトダウン、シフトアップぐらいはやっとこうかな。ここでいっか。あ、これか。おー、できたできた。あ、これプラスか。とりあえずこれでどうやろうな。はい。おーい、おい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 。あ、いけたいけたいけた。 DNR 変わってますね。あ、これはいいわ。これ何、これぐらいはできるようにしとかないとね、さすがにやりづらいでしょ。で、信号が、青になりましたね。まあでもやっぱりプレステ4のゲームなんで、まあそこまでまあリアルではないかな。あ、ちょっと待って、カメラの切り替えも欲しいな。ちょっと待てよ。こういうのね、なんかいろんなゲームでいろいろ設定してたらね、もうわけわからんくなりますからね。ファイ。はい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 。ちょ。こんななんか、わけわからん。あ、ここや。あ、でも、見やすいか。あ、ありやな。これありや。で、ウェーイ。あ、降りていった。やべえじゃん。Send them my regards。あ、いいね。やりやすいかも。
Someone's blocking the door. どうやったらいいのこれ。乗客に話しかけるやって。どうやんの。これか。喋ったい。どけよこら。邪魔すんな。邪魔すんなこら。邪魔すんなこら。悪い。さあ行くよ。なんかちょっと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 。遠赤に接触した。なんか英語で喋るのやめてくれへん。そんなん読まれへんから運転してる時とかに直進中にウィンカーを出して何それなんかちょっとなんかあれよねなんかズームしすぎじゃねなんか何にも見えへんコックピットがあっとおおびっくりした結構ハンドルが揺れました。ん？あ、こうか。普通にこうしたらいいんか。さあ、左曲がるんから。左。そのプーは何？ Oh gee, are we in such a hurry? You sure won't have any punctuality problems with that approach. 飛ばしすぎ言われてんで。飛ばしすぎ言われてます。でも飛ばさなダメでしょう。そういう世界なんだから。あ、でもこれ結構楽しいぞ。ちょっとね、バスのカスタマイズとかもあると思うんですけど。わ。はい。はい。はい。乗りたまえ、君たち。間違えた。間違えた。ごめん。Hello, 普通に。そうそうそう。Oh, this is just a test drive of sorts. 何？なんだよ。選択。どうしたいの？これ。当てる？おっと？おっと？こうかな。就職車検。I didn't think you'd show up. Hey, Mira. ちょっとうるさい。I wasn't sure. うるさい。今頑張ってやってるからちょっとやめて。学生乗車券。おい。むずいってこれ操作が。Really? いいの？何これ？なんだよこれは。なんなんだよこれは。もう矢印のレバーを操作。むずいね。スロープ伸ばす。え？あ、なんかいてるやん。え？バツ？ドアが閉じてるときにしようかのやって。難しいな、このゲーム。あ、出てきた。で、ドアを開ける。ああ、なるほどね。そういうことか。持っていったね。で、閉めてから、スロープをしまう。ああ、はいはい。これ、ちょっと覚えられへんぞ、こんな。で、サイドブレーキを解除。むずいわ。むずい。むずいです。まあ、何？くぼみがタイヤに落ちた。ちゃう、くぼみにタイヤが落ちた。何？こっち？あ、間違えたかも。いや、いけるんかい。今のいけるんかい。めちゃめちゃバス荒ぶってるよ。なんかものすごく
罰金を食らってる気がする。ういすごいな、なんかライトの、これ左ですよね。待ってらんねえなこんなの。なんかさ、どんどんお金減ってないですか。結構難しい。ああなるほどね。こういうのはいいんや。どこだい。これ1172ユーロとかっていうのはそんだけの罰金を受けてるってこと。All passengers must disembark the bus here. After that, we'll drive to the garage to park the bus. はい。To everybody who's still on board, I want to thank you for participating in this drive. With your support, we'll bring public transport back to Seaside Valley. Excuse me. いや、結構難しいかも。Can you help me get off the bus again? Oh. これまたスロープかな。スロープ出して。ドアを開けます。で、中から、あ、違う違う、あれ、勝手に降りたぞ。降りれたんかい。That's everyone. The route to the garage is marked on the GPS. Let's head there and call it a day. 車庫へ向かいやって。いやー、結構難しいね、操作は。We've been talking to some graphic designers to create some decals and wraps to customize our buses. 操作はまあまあむずい。We'll get some design submissions soon. あとハンドルがですね、めちゃめちゃ軽いのもちょっとまあ気になりますけど、まあ車内ですよね。だいたいあのシミュレーター系ゲームだけなんですよ。あ、けどあれやな、ユーロトラックシミュレーター2はハンドル重かったですね。こんな軽くなかったよ。やっぱパソコンのゲームは結構本格的なんかな、そういうハンドルとかに関しては。まあちょっとね、ルールが分かれば面白いのかなと思うんですけど、お、これで終わり。営業所に入る。これはただのあれか、バス停か。営業所はここに入ったらいいのかな。え、これでいいの。人引きそうやったんや、危な。ここでいいの。ここか、ここに入るんや。ここだな。おい。Well, all in all, I think that was a rather successful maiden voyage. Wouldn't you agree? おい。Congratulations. おい。運転席を出る。なぜ設定が開く？はい、ということで、まあ、結構ですね、ちょっと難しいゲームやなと思ったんですけど、なんかちょっととりあえずやってみて、なんか面白いバス作れたりするのか、やってみたいなと思います。ということで、よろしくお願いいたします。